アスルイ・ブランコ・ミジョナリオス・フットボール・クルブは、コロンビアの首都ボゴタを本拠地とするサッカークラブである。2020シーズンは、カテゴリア・プリメーラ A に所属。1946年に、クラブ創設。1948年のプロリーグ発足以来、一部リーグから、降格したことがない3クラブのうちの一つ。アトレティコ・ナショナルに次いで、2019年終了時点で、 国内リーグ優勝15回を誇る強豪である。コロンビア国内では、アトレティコナシオナルやアメリカデカリと並ぶビッグクラブである。ホームスタジアムのエルカンピンはサンタフェと共用している。1937年にボゴタの学生たちによって結成された。その後、1946年6月18日に正式にクラブ創設。 1950年代初頭にアルフレッド・ディ・ステファノラのスター選手をアルゼンチンのリーベルプレートから獲得し、破壊的な攻撃力で接見したことから、当時世界最強のクラブの一つと言われた。1948年に創設された国内プロサッカーリーグに初年度から参加。以来、一度も一部リーグから降格したことがない。コパリベルタドーレスには1960年の第1回大会に、 コロンビア代表として出場を果たし、ベスト4に進出した。同大会には2018年までに7回出場しており、最高位は1960年、1973年、1974年の準決勝である。ミジョナリオスの意味は大富豪である。このように呼ばれるようになったのは1939年である。本来の名称はデポルティボ・インデペンディエンテであった。 この頃、デポルティーボインデペンディエンテは有力な講演者を得たことで財政面が一気に充実した。スタジアムの座席が寄付により備え付けられ、選手の給料も上がり、国内の選手も外国人選手並みの年俸を獲得できるようになった。このような状況を見て、日韓、エルティエンポシの記者のルイス・モントージャが激しい批判を開始し、 チームが庶民の気持ちから離れなりきんのチームになったと憤慨した。ルイス・モントージャのアルゼンチン選手はとても合欲だ。給料をさらに上げると要求している。これでは大金持ちのクラブだ。ミジョナリオスは庶民のクラブだったのに今では大金持ちのクラブになったという表現から、クラブはミジョナリオスというあだ名で呼ばれるようになった。そして次第に、 これが正式なクラブ名となっていった、ミジョナリオスの現在のユニフォームが導入されたのは1939年である。これはアルゼンチンの CA、ティグレを模したものである。メンバーがアルゼンチンのフットボール誌、エルグラフィコのある、号の表紙にティグレの選手が乗っていたのを見て、それに影響を受けて決定した。しかしパンツの色は CA ティグレは青色であるが、 ミジョナリオスは白色を採用した。同じボゴタを本拠地とするインデペンディエンテ・サンタフェとの対戦は、クラシコ・カピタリーノ、またはクラシコ・ボゴターノと呼ばれる。最初の対戦は1942年のリーガ、クンディナ・マルカで、ミジョナリオスが4から1で勝利した。プロリーグでの最初の対戦は1948年9月19日で、サンタフェが5の3で勝利した。 1960年代から1970年代にかけて、両クラブは国内リーグにおいて熾烈な優勝争いを繰り広げていたことから、ミジョナリオスとデポルティーボカリの対戦は、スーペルクラシコと呼ばれていた。その後、他クラブの対等などもあり、勢力図は変わっていった。現在では、両クラブの対戦はクラシコアニエホと呼ばれており、ローカルダービー以外では、 コロンビアにおいて最も古いライバル関係とみなされている。1980年代はアメリカデカリがリーグ5連覇を達成するなど黄金期を迎えた。これにより次第にミジョナリオスとアメリカデカリの対戦がスーペルクラシコと呼ばれるようになっていった。2000年以降はアトレティコナシオナルが最も安定した成績を残しており、 2015年にはカテゴリアプリメーラ A の優勝回数で1949年以来1位を守ってきたミジョナリオスを逆転した。アメリカデカリが2012年から2016年にかけての5年間カテゴリアプリメーラ B に降格していたこともあり、現在はミジョナリオスとアトレティコナシオナルの対戦がコロンビアにおけるスーペルクラシコとみなされている。また、現時点で両クラブは カテゴリアプリメーラ英雄紹介数の1位2位であることからクラシコデルエフェペセとも呼ばれている詳細は S アネクソイントレネドリスデミアナリオースフットボールクラブを参照詳細はカテゴリー ミジョナリオス FC の選手を参照 http コロンスラッシュスラッシュ s.fifa.com スラッシュ c l a s s i c f o o t b a l l スラッシュクラブスラッシュクラブイコール442101973年1974年の準決勝は3クラブ2グループの計6クラブが進出しているフットボールプロフェッショナルコロンビアーノの略称 ありがとうございます。